この日を迎えた。青色の春に夢見た景色、いつかのその日に憧れた場所、キラキラとした遠い世界、たくさん泣いて、たくさん怒って、たくさん悩んで、たどり着いたこのステージ、どうしようもなくすり減って、時にはぐちゃぐちゃになって、運命に裏切られて、それでも絶対諦めずに、笑顔で一歩ずつ全力でたどり着いた武道館のステージに向かう最中、私たちはお互いに手のひらを重ねる、重ねる、重ねる。吉野さん、吉野、あやめちゃん、たよりちゃん、きっとこの3人なら大丈夫だから、ステージの上で胸を張って咲き誇ろう。たとえこの日が最後になったとしても、絶対に後悔しないように、今この瞬間だけは3人で一緒に、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 この先に広がる夢みたいな景色の中で、私たちのことを待っていてくれるかけがえのない大切なみんなに向けて、届けよう私たちの言葉を。これは私たち3人のアイドルが未来を紡ぐ物語。鳥のさえずりで目が覚めた。ベッドの上で大きく伸びをして、今日も一日が始まる。私は刈谷吉野。みんなに笑顔を届けられるアイドルを目指して、全寮制のトップアイドル養成学校、常盤科学園に通っています。学園にはある特別な校則があって、それはなんと生徒によるインターネットの使用禁止。アイドル活動や学業に専念するためなんだけど、メールも使えなくて。そこで学園から推奨されているのが、お手紙を通じたやりとり。ちょっぴり不便なことも多いけど、お手紙を送り合うのは私にとっても特別な体験で気に入っています。あ、早速届いてる。マネージャーさんからだ。部屋のドアの郵便受けを確認すると、一通のお手紙。校舎に着いたら職員室に来るように、とのこと。朝の準備を終えて、私の名前と同じ桜色のスカーフをキュッと結んで、鏡に向かって笑顔の練習をしてから、女子寮を出る。よしなーん。たよりちゃん、おはよう。おはよう。今日もたい焼き日和だね。そう言って実際にカバンの中からたい焼きを取り出して口にくわえるのは、金魚鉢たよりちゃん。黄色いパーカーが似合う元気で自由な女の子で、私と同じ高等部の2年生。たよりちゃん、それ朝ごはんのたい焼き？うんうん、朝のおやつだよ。おやつ？朝ごはんは何だったの？たい焼き。やっぱりたい焼きだった。あ、カスタード入りのやつね。なんてくらいにはたい焼きが大好きなたよりちゃん。なんでも昔、道端でたい焼きを食べてたところをアイドルにスカウトされたっていう不思議な経歴の持ち主で。おいしくて幸せ。今日も一日レッスン頑張れそうな気がするよ。うん、そう言ってたい焼きを食べてる時のたよりちゃんは、見てるこっちが嬉しくなるくらい幸せそうで、アイドルに誘いたくなるのもわかるかも。あ、でもたよりちゃん、食べ過ぎには気をつけてね。大丈夫大丈夫、校舎に着くまではちゃんと一個で我慢するんだ。え、我慢する期間短くない？なんて、他愛のない会話をしながら通学路を歩いていると、あれ？あそこにいるのは、あやめちゃん？何してるんだろう？草むらに向かってブツブツ喋ってるね。
おはようございます、猫さん。今日もいいお天気ですね。ご機嫌はいかがでしょうか。敬語を使って猫に話しかけているのは、水茎あやめちゃん。あたしたちより一つ年下の、おしとやかで真面目な女の子。綺麗な黒い髪がトレードマークで、猫が大好き。なんだけど、猫さん、少しだけ撫でさせていただいてもよろしいですか？あ、今日も逃げられてしまいました。こんな風になぜだか猫には懐かれないみたいで。あ、吉野さん、たよりさん、おはようございます。おはよう、あやめちゃん。あやめん、おはよう。なんだか恥ずかしいところを見られてしまいました。今日もお部屋で練習をしてきたのですが。練習？はい。ぬいぐるみの猫さんで、その背中を撫でる練習を。ですが、成果を生かすことができず。きっと、タイミングが悪かっただけだよ。うんうん。そのうち、あっちからあやめに近寄ってきたりして。すみません。励ましていただいて。うわぁ！そんなに頭下げないで！いえ。お二人はアイドルとしても、私にはない様々な光るものを持たれていて、心から尊敬をしています。そんな風にあやめちゃんは、他と比べて控えめで不器用な自分のことを、アイドルに向いてないって思ってるみたいで。全然そんなことないのにね。うんうん。むしろ私も、あやめちゃんのことを見習わなきゃって思うこともいっぱいあって。あやめちゃんは、立派なアイドルだよ。お二人ともありがとうございます。あやめも今から登校だよね。一緒に行こう。はい、ご一緒させてください。そういえば二人ともいつもより早くない？マネージャーさんにね、お手紙もらったのは朝職員室に来るようにとのことで。え、二人も？私と一緒だ。何の用事だろう。怒られちゃったりなんかして。心当たりあるの？全然。ほどほどくらい。一瞬のうちに矛盾してる。きっと別のことですよ。だといいけど。あ、どうしたの吉野。うん、こうやって三人で歩いていると、私たちが初めて出会った時のことを思い出しちゃって。始業式の朝、あの日もよく晴れた空でしたね。懐かしい。みんなで風船を追いかけたんだよね。あれからいろいろなことがありました。一緒に寮の生活を送りながら、お互い理想のアイドルになるために日々勉強とレッスンを重ねて、学園で行われた由緒正しいステージ聖歌祭、お互いにデビューを目指した私たちは全力でステージに挑んで、グランプリは取れませんでしたが、特別に白百合賞をいただけて、無事に3人ともソロアイドルとしてデビューできたんだよね。それから曲もたくさん歌って、アイドルのお仕事も増えました。うん。だから私たちは理想のアイドルを目指してお互いに切磋琢磨するライバル同士でもあって、だけどそれ以上に大切な仲間で、友達で。吉野さん？あ、うんうん、何でもない。これからも理想のアイドル目指して頑張ろうね。はい、もちろんだよ。って、いけない！約束の時間に遅れちゃう！二人とも早く早く！こんな毎日がずっと続くって、その時は思ってた。夢と希望に満ち溢れた日々、キラキラと輝く青春。辛いことはあるけれど、笑顔の絶えない生活。だけど、永遠なんてものは、この世界にはやっぱりなくて。私たち、大切な仲間、だよね。青天の霹靂という言葉がある。
これから訪れる出来事は、嫌がおうにも、私たちの毎日を、生活を、アイドルとしての人生を、一瞬のうちに変えることになった。すべてを諦めて逃げ出すことはできたかもしれない。だけど、それは今この瞬間に、掴み取らないわけにはいかない憧れで。その日、私たちのもとに、夢のかけらが落ちてきた。